はい、皆さんおはこんばんにちは。そしていらっしゃいます、安田久美樹です。というわけで戦乱神楽バーストリニューアルをねやっていきますよ。まあ、ひまりちゃんがね戻ってきたんだけども、ちょっと落ち込み気味ですよね。ニントンニントンの方だよニントンもね心配してますね。決めちゃいますか。もう4章に入ったようですね。あれもアスカかな。準備万端です。準備万端だぜ。ぶっ倒す準備は万端だぜ。元気出せよ。元気出せ元気。ああ。ひばりと二人っきりにしてくれ。何を話すんだい。なんだ。ずいぶん遠くまで来ちゃったな。チョコはなぜか来て。会いたかったよ、チョコ。どうしたんだ。どうした。ああ、そうそう。やっぱり抜け人になったんですよね、両親は。ありがとう。ここまで連れてきてくれて。早く言う。お父さん、お母さん、必ずまた来るから。その時は一緒に帰ろうね。あ、両親は生きてたんだっけまだ話が終わってないのか。長いね。責任を感じているのなら超秘伝忍法書を取り返してくるべきじゃないのか。葛城、誰が入っていいと言った。だってもう拉致が開かないだろう。キリア先生、俺たちにも話し合いに参加させてください。超秘伝忍法書のことなら私たちの問題でもあります。全員席につけ。超秘伝忍法書を奪われた以上、半蔵学院忍者学科は廃止となる。今後何お前たちを受け入れてくれる忍び学校もないだろう。何じゃあ私たち忍びになれないんですか。
何落ち込んでんだよ。要は超秘伝忍法書を取り返せばいいってことだろ。そうですよね。取り返しましょう。超秘伝忍法書。そんなに簡単ではないかな。そうだよそうだよ、ひばりちゃん頑張ろう。ああ、取り返しましょう超秘伝忍法書。ああ、カツネ、超秘伝忍法書を取り返すってどうやって？どうしたひばり、ここで頑張って。そりゃもちろん蛇女の連中をやっつけて。やっつけて。見たんだよ。何をだ？蛇女の人たちだって根っからの悪い人じゃないよ。みんな一生懸命勉強してたし、仲間のことを大切にしてた。ひばりたちと一緒なんだよ。善人とか悪人とか何なの？なんでそんなことで戦わなきゃいけないの？シーンですわ。ああ。ひばり、わからない。どうしたらいいのかわからないよ。キリア先生、お願いがあります。なんだ？私に修行させてください。修行？なんだ？いつの間にかリーダーになっている。アスカちゃん、なんで今修行なんてするの？私もホムラちゃんと戦うのも嫌だった。だからひばりちゃんの気持ちは少しわかるよ。だったら。でもね、今は違うの。どうして？それは私の修行を見てたらわかるよ。キリア先生、お願いします。わかった。この先でお前のライバルに化けて待つことにしよう。早く来い。化ける？私のライバル？それって。よーし、アスカ前忍びます。ライバルに化けるってすごいですね。ホムラちゃんに化けるのか？ホムラに化けたキリア先生。それはどうなんだよ。お色気の術です。やったぜ。忍び転身。ざっくり。あれ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 たまに一個あるな。一体どこにあるの？そこかな。まあいいや。はい。ほら。はい、二刀両断。あれ、うん、これキリア先生だ。これキリア先生らしい。技までは完璧にコピーするとはな。コピー人情明石先生、シャリンガンでは持ってるんですけど。
あらあら、キリア、キリア先生、これがキリア先生やと思って、ちょっと気味悪いよ。いれれれれれ、早く戦いたい。性格まで。おりゃいられさき。ねえ、はい、ミリがジャスがビルマネーシおりゃーねえだるぞーきーあー痛い痛い痛い、なんでこんな狭いところで戦わなきゃいけない。狭い、痛い痛い、おりゃーあー乱れざき、こっちだぜ、おりゃーすっぽんぽん、フィニッシュ。キリア先生、キリア先生、そんなとこまでリアルリアルに再現しすぎでしょ、キリア先生。大したことなかったね。お色気の術、キリア先生、ハーレムの術。うん、何度でも私が立てなくなるまでお願いします。ド M、分かったよ。もういい、アスカちゃん。ヒバリたちにできるのは忍びになることだけなんだね。うん、頑張る気持ちに善人も悪人もない。ヒバリちゃんの言う通り、みんな立派な忍びになりたいんだよ。どっちが正しいとか、どっちが間違っているとか、そんな問題じゃなくて。そうだな、忍びを目指しているから戦うんだよ。もし私たちがヘビ女の人たちと通じ合うことがあるとするなら、それは戦いの中にしかないと思う。うん、そうだね。ヒバリも超秘伝忍法書を取り返しに行く。たとえどんな結果になったとしてもヘビ女の人たちと戦うよ。そうすればヒバリのことヘビ女の人たちに分かってもらえるかな。ヒバリはヘビ女の人たちのこともっと理解できるかな。きっとできるよ。だって同じ忍びを目指す者たちなんだもん。アスカちゃん、ヒバリちゃん、一緒に頑張ろう。まあ時間がかかりすぎてしまったからな、致し方ありませんね。これはよし、乗り込むぜ。案外もう少しで答えが導かれます。刀と盾、おっとごめんね。いえいえ、あなたの方こそ大丈夫ですか。私は全然平気です。それじゃ。まだ財布取られた。
もう私のバカ。ねえ私の財布返して。500円玉1枚しか入ってないぞ。500円もお金だ、お金。私の大事なお小遣いです。毎回500円え？懲りないやつだな。すみません。お前それでも忍びか。忍びか。ちょっと考え事をしてたから。超秘伝忍法書ならその財布のようには返してやらんぞ。ううん、絶対に返してもらうよ。あれはこのお財布より大事なものなんだから。じゃあもらっておこう。いつでも来い。 100% 返り討ちだがな。そんなことない。私たちだって負けないよ。いや、お前たちは勝てない。負けないもん。負けん。まあどっちでもいい。戦えばすぐに分かることだからな。待って、ホムラちゃん。なんだ、今ここでやるのか。違うの、そろそろ夕飯の時間だなと思って。そうだな。だんだんお腹が空いてきたなって思わない？まあ確かに腹が減ってきたな。でしょでしょ。お前何が言いたいんだ。何が言いたいんだ。一緒にご飯食べない？はあ、何？だって2回も財布を取り返してもらったんだもん。お礼させてよ。お前自分の言っていることが分かってるのか。うん、いいだろう。ただしうまいものをおごれ。オッケー、任せて。500円で何が買えるの。ああ実家だよ。自分家じゃねえか。その服のマークは。まあまあいいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。じいちゃん、どういうことだ。なぜ伝説の忍びが寿司屋にいる。え、あら知ってる。じっちゃんを知ってるの？忍びの歴史の授業を受けていれば当然のことだ。そうなんだ、教科書に載ってるほど有名人。じっちゃん、戦いはなしでご飯を食べるだけ、いいでしょ。いつまでも立ってないで座れ。寿司屋で飯を食うのは当たり前だ。それもそうだ。私は太巻き500円。うまいぞ。私はお任せで。デカ盛りでお任せ。500円分それ全財産じゃね。はいよ、お待ち。いただきます。普通に寿司食ってる。あれで500円分とは安くないか。太巻き5個くらいあるぞ。しかもでかい。一応ホムラちゃんはお嬢様なのかな、やっぱり。また来いよ。ヨミさんに怒られそうですよ。命がけはしてないがな。忍びになって何がしたい。え、いいから答えろ。それはじっちゃんの後を継いで忍びの道が力とは刀と盾の継いでなきゃならなくて。
何を言っているのかわからん。忍びになってしたいこと。私はみんなの幸せを守りたい。表に出ることなく影から守りたい。どうして影でなくてはならない。だって本当の正義って見返りを求めないと思うから。表でもいいんじゃないか。それは。なるほど。お前にもさっきの寿司屋の血が流れているんだな。え、どういう意味？お前のじいさんは現役時代、危険とか安全とか関係なく仲間のためとあらば先陣を切って突撃したらしい。おかしな話だろ。圧倒的な強さを持ちながら、いつも彼は傷だらけだった。それって刀と盾だ。何の見返りもなくな。それが正義というわけですか。ホムラちゃんは忍びになって何がしたいの？復讐かな。私は生きている証が欲しい。生きていてもいいと実感できる瞬間が欲しい。生と死は表裏一体だから、私は生きるか死ぬかの戦いを求める。それには忍びがうってつけだ。アスカ、お前は私に生の喜びを味わわせてくれるか。ここまででいい。一番端っこまで歩いてただけ。すんげえ音の携帯だな。俺、携帯とかあるの？忍び部屋に早く来い。キリア先生からビッグニュースなんだよ。ビッグニュース？半蔵学院にはもう一つ超秘伝忍法書があるって言うんだ。へえ。ああ、まあ、それホムラちゃんに聞かれちゃうよ。善を貫き通すためには時に清濁合わせ飲むことも必要となる。それがゆえに半蔵学院には陰と陽、二つの超秘伝忍法書があるのだ。お前たちにはもっと早く教えてやりたい。奪われたのはどっちなんです？学校長から使用の許可が下りるまでは完全に極秘にしなければならなかったんだ。そうだったんですか。ホムラが奪っていったのはいわば陽の超秘伝忍法書。陽。そしてここにあるのがもう一つの陰の超秘伝忍法書だ。バスカ、俺はお前に陰の超秘伝忍法書を授けたいと思う。どうして私に？私より強いカツネやイカルガさんがいるじゃないですか。確かに実力ならカツダギやイカルガの方がお前より上だ。しかし陰の超秘伝忍法書の習得に必要なのは力や技ではない。陰の超秘伝忍法書を習得するための修行は過酷だ。並大抵の覚悟で挑めば体よりも先に心が折れてしまうだろう。つまり心がパーン、何よりも心の強さが求められるのだ。なるほど。心の強さ、精神力。俺はお前に決めた。お前の忍びの道を極めるという強い気持ちに俺はかけてみたい。イカルガたちには別の修行が用意してやる。あいつらもそこでレベルアップするはずだ。わかりました。私やります。陰の超秘伝忍法書を絶対に習得してみせます。よし、ならばまず俺の出す試練を乗り切ってみろ。修行です。忍びの衆。ねえ、カツネのご両親がいるにはあ、こんなとこがあるんですね。ここは1個あるな。続き続き。あ、なんもね。
やべ、ドロー、ドロンゴーだ。これは都合悪いんじゃなかったかな。ないな、あるぞ、ない、いで、あー仕方がないな。いきます、とりゃー使ってやる。いや、こいつは結構厄介なんだよね。で、進め。あ、こっち逃げるのね。ああ、二刀両断。ぐるぐるやがましいんだ。乱れざー、乱れざー、きー、ででで、ああ、とりゃあとそいつだけだね。ダメか、ああ、うん、ああざっくり、ほらほら、あ、あそこにいる、あれ、あーダメだ。あー終わりです。こっちからじゃなくてあっちで回んないとダメだったかな。まあいいだろう。大したことなかったね。大したことはないが時間がかっちって、やった先生、やりましたよ、やりました。本番はこれからだ。院の超秘伝忍法書の修行はこんなものではないぞ。はい、望むところです。自分でも信じられない評価です。次、超秘伝忍法書を持つ者同士が戦ったらどうなるんだろう。私と穂村ちゃん、どちらかが死ぬのかな。きっと忍びになったらこんな思いをすることの繰り返しなんだろうな。生きていることを確かめるために戦う。穂村ちゃんはそう言っていた。私が一生懸命に戦えば穂村ちゃんは生きていることを実感するのかな。みんないろいろな理由があって戦うんだ。だから迷ったり悩んだりしてる暇はない。私も忍びになるために戦う。忍びになってみんなの幸せを影から守りたいから。そのためにも忍びクラスを廃止にはさせない。絶対に寮の超秘伝忍法書を取り返してみせる。繰り返すために最終的には大同時回線でやってやるようですね。おい無理だろ、えっ、うん、そりゃここはないので思い切りやります。いでででででで、忍び転身、あるやー、陰なのに陽を使っているというね。本当は命がけやんなきゃいけない。
だろうが。うりゃあ、うん、どっか、ダメか。どっちからでも行っていいのかと思ったけど。忍びは大豊作だな。駆けこけた。くらえくらえ。ゾーン。うん。うん。おりゃー。おりゃー。400リーズ。ドガーン。いきまーす。ダルザーキーエリアアレッまだ終わるんぞスイラミスったこいつは厄介なんだスイあ余裕だったなの、すごい力がみなぎってくる濁っての動き凛の超秘伝忍法書の力ホムラちゃん待たせたね待たせたな同じ土俵で戦うことができるよ全力対全力でどっちが勝っても恨みっこなしだからねいやまあ決着はつかないのだがな自分でも信じられあいつはすげえ評価だったな順位あ院の超秘伝忍法書はアスカさんに任せましたガルガさんけれども私も最後の戦いのための準備をしないとなりません私にとって忍びクラスのみんなは家族同然です絶対に守らなければならないこの命をかけてもさあヒエン行きましょう最後の修行ですヒエンいかがさ命がけなぜか命がけ舞い忍びます前に忍ぶで命がけもやってみましょう続き振り刻むちなみに命がけをしてしまうとですねあこのなんだろうなステップの距離は短いんじゃなかったかなほらイージスプレイドよし、だな一応エリアルコンボは3回ぐらいだったっけなああ、2回か2回はできるなそれは残像だそれは残像なのだ行きますぜうらシリアスモードになるんだ、命がけになると。おいっす。炎王戦、英知式。恐ろしい。怖い色で言ってくれますか。ジェットストリームアタック。ジェットストリームサム。メタルギア。スーパーあとはそいつだけなのですね
無限切り刻む反則ですね反則な攻撃力なんでね。任務完了いたしました。どうということはないのだよ。お、みんな目覚めるさえあれば、私の大事な家族を守ることができる。私はクラス委員として誓います。今度の戦いで誰一人死なせたりしないと。ひょっはーの時間です。多大な評価ありがとうございます。この程度。おお、ショートダッシュ。もうちょいやっていいよ、ジョガ。次多分勝つねえかな。まあ。とうとう決戦か。あたいの力がどこまで通用するか、今のままじゃ、まだ不十分だな。あたいの気持ちが拳に乗らなきゃ、蛇女の連中にも伝わらないだろうし、せっかくの大一番だ。悔いは残さないようにしないとな。よーし、あたいも一丁修行といきますか。行くぜ。ああ、カビー開始。ほらほら、あぶねー。クリア。サマソウ、ほらよ、ほら、ここもないみたいだな。忍び天使、やっとら、いいね。ああ。ダブルサマーソーからの、えっ、次や、ほら、ここか、なんと、ほれほれほれ、イカルガさん、この技結構刺るんだよね。よっしゃー、ほれほれほれ、クロスパンツ、ふっ、ぐるぐるトルネード、ゲリガーも使っている。じゃあ、ジャスゴ、なぜ壁ダッシュ、エグゼーぐるぐる、ほら、うわ、よっしゃー、てよっ、ジャスガも狙っていかないとはちょっとね、ノーマルは難しかったりするから。一応空中ガードもできるんだけどね。空中ジャスガーは難しいか。ダブルサマーソウル。こんなもんだぜ。
スーパー水魚人になる。願っての極意。あたいはまた強くなった。てれってって。日陰の心にも届くかな。あたいの殺しで、あいつの心を動かせるかな。ま、難しいことは考えないでいいか。あとはなるようになるさ。なるようになる。ようにそこ。このくらいどうってことないぜ。まあまあだな。おかえり。でん、皆さん決意している。はい、というわけでまあ今回はこの辺にしたいと思います。それではね、またのご来店お待ちしておりますはあ、大変だなこりゃ。